あら、アキラもう寝るの？まだ8時じゃない。もう寝る？さてはあんた、明日の修学旅行に備えてるな。備えてる。備えた。備えようとしている。備える眠りだ。お供え物だ。備えすぎ。羨ましい。若者はすぐ備える。いいな、お母さん羨ましい。お母さんも備えることが少なくなった。備えたい。羨ましいなと思う。お供え物だ。いいな、8時に寝て。でもさ、あなたさ、明日の荷造りは終わったの？全然備えてないじゃない。備えなさい。明日に向かって備えるの、お供え物。備えなさい。明日の修学旅行の荷造り、今日のうちにやるの。ダメ、明日の朝じゃ間に合わない。どうせ備えきれないものがあるんだから、今のうちに備えなさい。お供え物を備えなさい。ん？ダメ、その考え方はダメ、一番ダメ。財布とスマホがあれば生きていけるっていうのは、財布とスマホで生きられる範囲でしか生きなくなった人間の自己弁護だから。そんなことを言うな、若者が。朝知恵で、浅い知恵で、浅い朝知恵で。言うな、そんなこと。つまらん、朝知恵。やめなさい、そういうのは。ね。もっと範囲を広く持って生きるの。それこそが若者の備えなんだから。わかった？ん？偉いじゃない。じゃあ入れておくべきもので、あなたが忘れそうなものを言うと、例えば替えの靴下。ほら、忘れてる。替えの靴下いるんだよ。いるの。違う、ダメ。現地で買えばいいわ。違う、どうせコンビニかどっかでしょ。コンビニで買える靴下って、どうせちょっとちっちゃいんだよ。コンビニで買える靴下全部ちょっとちっちゃい。コンビニの靴下全部ちょっとちっちゃいし、ちょっと薄いんだよ。そういうとこあるの？なんか合わないの？コンビニの靴下は。コンビニで買える靴下は、コンビニで買える程度の靴下なの。わかった？だからコンビニで買うじゃない、ちゃんと自分に合うものを持っていく。ね？でないと、なんかしっくりこないなっていう靴下で生活しなきゃいけないでしょ？しっくりこない靴下で2、3日生活するのしんどいんだから、わかった？うん。で、あとは、忘れてそうなのはハンカチ。ハンカチ持った？ほーら、持ってない。ハンカチ備えなさい。お供え物を備えろ。ハンカチはいるんだよ、ハンカチ。違う。ハンカチはあって困ることはないの。なくて困る人はいっぱいいるけれども、ハンカチ持ってきなさい。絶対に持ってけ。かさばるもんじゃないんだから、備えろ。お供え物を備えなさい。で、あとはあなたが忘れてそんなところで言うならば、アイデンティティ持った？持ちなさい。アイデンティティ持ちなさい。アイデンティティ持ちなさい。かさばるもんじゃないんだから、持っていきなさい。アイデンティティ、あのね、アイデンティティってね、あって困ることはないの。なくて困る人いっぱいいるんだよ。なくて困る人いっぱいいる。絶対持ってきなさい。違う、現地で買えるじゃない。コンビニで買えるアイデンティティは、コンビニで買える程度のアイデンティティなの。コンビニで買えるアイデンティティなんかどうせしっくりこないんだから、しっくりこないアイデンティティで生きるの大変だよ。しんどいよ。持っていきなさい。自分に合うアイデンティティを持っていくの。わかった？んで、あんた、それこそあんたのアイデンティティって何なの？スマホと財布？ポケット Wi-Fi もでしょ。見たのか？見たなら見てけよ。